比較解剖学は生物学の一分野で様々な生物体の構造を比較検討するものである。現生の生物だけでなく化石についてもその対象を広げ進化論にも大きな影響を与えた。1922年のフランスのジテンプチラルースの動物の骨格比較図比較解剖学は解剖学に基づく生物学の分野の一つである。基本的には 個々の生物の解剖に基づき、他の生物のそれと比較することによって、その体制などを体系づけ、生物学的な知見を得ようとするものである。階層としては、機関、組織レベルまでを扱う。生物学の発祥の頃には、生物の機関レベルの構造もさほど知られてはいなかったから、まずそれを知るところから始まり、それらを比較することが重視された。 特に器官レベルでの構造が複雑な動物において重視された。その中から生物の多様性及びそれに潜在する共通性の認識が進み分類学の体系の成立にも大きな影響を与えた。そのような研究はほぼ19世紀初頭まで生物学の重要な分野であった。19世紀にはそれらの形態の起源を求める観点から その発生学的な面に関心が移り、比較発生学の交流が起きい、そこでは両者を合わせて、比較形態学の名が使われることも多くなった。この分野の知見は、進化論を支える重要な根拠を提供し、また、進化論の定着後は、系統発生の展開を示すものとの視点から、研究されることが多くなった。その後次第に、主な動物の おおよその構造が知られるようになり、それらの解剖学はむしろ各軍の内部での問題として扱われるようになる。また、解剖学的な研究も機関レベルから組織、細胞レベルへと進んだ。これによって、比較解剖学は少なくとも学としてのまとまりを失い、発展的に解消したような形でその役割を得た。比較解剖学は、 人体の解剖学の発達と共に生まれた分野である。成立は近世諸島のイタリアと言われる。単に比較するというだけならば、それよりはるかに古くからあったとも言えるが、少なくとも学問的発展は、まずルネサンス期からの人体の構造への興味によって始まった。そこから生物学の独立する傾向、分類学の成立に従い、 それらと結びついて様々な動物の構造の比較が行われるようになったのが、この学問分野を成立させた。この学問の名は1681年に、意及び消化管の比較解剖学という論文を表した、イングランドの生理学者ネヘミア・グルーによるとされる。具体的な内容は、まず植物において発展し、特にヨハン・ボルフガング・フォン・エーテのそれが有名で、 動物の分野でもそこでの成果が大いに影響している。この学問の名のもとでの発展は18世紀後半であり、その時期の生物学において大きな位置を占めた。比較形態学はその見方において二つの明確な立場があった。一つは純形態学といい、これはまた関連論的形態学、あるいは先見的形態学とも言って自然哲学的な立場のそれである。 代表的な学者に、ゲーテ、カール・フリードリヒ・キールマイヤー、ローレンツ・オーケン、エティエンヌ・ジョフロア・サン・ティレールが挙げられる。この立場は、生物から純粋に形態だけを抜き出し、これに独自の意味付けを行う。特に重要な概念として、型がある。様々な生物、動物同士、植物同士を比較する中から、共通する一定の形態のパターンを認めるもので、ゲーテは、 植物の構造である花びらや額などがすべて葉の変形であることを見出して、このような変形を変態と呼んで重視し、植物すべての元になった原植物を仮定した。動物についてもそのような基本として型を考えた。このような多様な動物の間に共通する形態を見出すとすれば、当然ながらそれらの間に部分の対応が考えられる。ここから、 サンティレールはそれらの対応する期間について、それらが掃除であると表現した。これは後にリチャード・オーウェンによって、掃除と騒動の区別がなされ、これが現在の掃除期間、騒動期間にあたる。このような考えは、これはサンティレールの弟子筋であるローランセント・メーランによるものであるが、彼自身も接触動物の付属子を脊椎動物のア暴ら骨と、 騒動と考えれば、両者の体制は一致すると論じており、この是非についてキュビエとの間に大論争が行われたことは有名である。これはキュビエの勝利に終わったが、このような論の中で行われた様々な観点、例えば一つの個体の中で一定の構造が反復するといった見方は後世にも生きることとなった。このような見方は生物の進化の考え方に、 ごく接近するものであり、ゲーテが進化の考えを持っていたのではないかという声もあるが明確にはされていない。しかし確実に進化の仮説を示した最初の人であるジャンバティスト・ラ・マルクはこの流れにある人物である。機能的形態学はジョルジュ・キュビエを代表とする。この立場は機関は機能のためにあるという見方に基づく。彼においては 生物体の構造はすべて機能のために存在するのであって、純形体学がそれらを機能から切り離して、抽象的に扱うことを強く批判した。彼によれば、生物の体のそれぞれの部分は、その生物体が全体そして機能することができるように、互いに関連し、統合的になり立っていなければならない。彼はまた、実際に調べれば一つの骨からでも全身が、推定できる。 とも言っている。これは彼が生物学における実証主義的方向を確立彼によれば生物学者はまず個々の事実の実証的な研究をするべきであって、そこに主弁的な要素が入ることを排除しようとした。そのために解剖学は正確さを増し、彼の下で動物の分類は大きく進歩した。また断片的な部分でもたらされることが多い化石を、 生物として研究するという方向も彼によって大きく推し進められた。他方、その死弁を廃したところは無思想性にもつながり、むしろそういった面では安易に規制の判断に乗ってしまったところもある。ラマルクの進化思想も彼は受け付けず、天変地異説を主張したなどの点は構成に批判されるところとなった。ありがとうございます。